常運動の食文化日記へようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートのコロンジャガのり塩味を食べたいと思います。どんな風になるのかな。コロンジャガ一見するとハッシュドポテトのような印象ですが、はい、それではちょっと外に出してなくてよかった今。はい、こんな感じです。しっかり海苔がまぶされてますね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ジャガイモはホクホクしていて美味しかったんですが、外側の衣のカリカリ感や海苔塩の風味はあまり感じられませんでしたね。なので海苔塩にはちょっとと思うような部分がありましたので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。